皆さんこんにちは、マリオのお父さんの宮本です。今回のダイレクトはゲームのお知らせではありません。ついに日本のここユニバーサルスタジオジャパンにリアルなマリオの世界を体験できるスーパーニンテンドワールドが完成しました。そこで今日は私宮本が直接世界中の皆さんに世界で初めてスーパーニンテンドワールドの中を紹介していきたいと思います。あちらの You could tell that it's been like his dream to like make like a Nintendo World or something along the line of that. Like you could tell he's excited. 中はどうなってるんでしょうね。ゲームの中ではね、土管の中はあまり描いてこなかったので、実際にリアルなサイズのワープ土管を作るとどんな中身がいいのかってことで、いろいろアイデアをみんなで議論しました。でたくさんのアイデアが出て、それを全部作ったら外のアトラクションになるということで、シンプルなワープ土管です。皆さんでワープしてください。 Yeah, that's, it kind of looks like you're going through it. Yeah. Oh, is it changed depending on when you walk through? Wow. ワープして出てきた先はどこなんでしょうね、ここは。Oh, and the fucking paintings. That's sick. 音楽が流れてますね。この音楽聴いても Real Life Mario 64, that's dope. スーパーマリオ64のロビーですね。Hey! Oh, they're even playing the music from it. いろんなマリオシリーズの音楽が流れてるので楽しんでください。壁に絵もありますよ。Oh my god. I want to go to Japan. Oh, wow. さあ、それでは表に出てみましょう。That's a really nice attention to detail. I wonder if they have more sunshine references. They got the water pack backpack thing. The thing that looks like a flashlight. I mean, what? Yoshi and Kuribo の姿も見えますね。それぞれがゲームのように動いています。Oh, that's cool. いろんなキャラクターがいて、本当のマリオの世界、キノコ王国に来たみたいです。それではちょっと歩きながら見てまいりましょうか。さあ、このスーパーニンテンドワールドの中はいろんなキャラクターが動き回ってるんですけども、それだけじゃないです。Yeah, it's really well made. ゲストの皆さんが自分でインタラクティブに関わることもできます。はい。ハテナブロックのアクティビティのところに来ました。Whoa, 私がつけてるこれ。Oh yeah, those wristbands. I forgot about those. Those look cool. こんな感じで手首に巻きつけるんですけども、このパワーアップバンドを使ってエリア内のあちこちに隠された秘密を探したり、oh, okay. It's kind of Pokemon Go like. 遊んだりすると、このパワーアップバンドに記録されます。That's cool. そしてバンドについている QR コードを読み込むと、スマートフォンのアプリと連動して自分の状態を知ることができます、ね。Oh, that's really cool. Is it with the Switch app? I wonder. Or they just have their own world app?コインって言いましたね。それでスマートフォンの方を見てみると、ちゃんと1枚カウントされましたね。Oh, coins? この感じでこのバンドを使ってエリア内のいろんなところに隠されている秘密を見つけてください。Oh my god, that's really good. That's really fun. 6種類あります。Oh, I want to get those so bad. Those are cool. アミーボの機能もついているので、自宅に帰ってからも使ってみてください。それではもう少し先に行ってみましょう。Do they have Amiibo support?They work on my Switch? だんだんとブロックの景色に近づいてきました。 I mean, that'd be cool, actually. すごいね、近づくと迫力ありますよね。さらにいろんなものが動いてます。こちらにでっかいパックンフラワーがいましたね。これもアクティビティの一つなんですけども、今日は紹介しません。 What the hell? 眠ってるようなので、そっと奥さんに行きましょう。 Piranha Plant's always been like that? Like that long?I mean, they were always in the plant, so like, you never tell, but like, I didn't know they looked like that. ノコノコですね。ノコノコのアクティビティ。Oh, are they giving up pals? これを少し今日は紹介しましょう。はい。あのノコノコのいる土管の上にある鍵が欲しいんですね。こちらにはパワーブロックがあります。早速遊んでみましょう。Wow! Power block の power が伝わってきます。 The shell! ちゃんとタイミングを合わせて取らないとダメなんですね。あ、
りました。Oh, wow. このようにタッチして鍵がもらえます。その鍵はパークバンドに記録されています。Yeah, I was like, are they gonna have to climb on things? Because I'm like, that could cause injury. コインブロックの And that would be bad on Nintendo. No, that's perfect. の中で3つの鍵を手に入れると最終アクティビティクッパジュニアの Oh, okay. これにチャレンジできます。That's cool. もう一つ見てみましょうか。God damn, I want to go here. Whoa, the underground. Yeah. 地下ステージです。本当に。What's on the wall? It's like a glass looking. リアルな地下洞窟を作ってしまいました。Or maybe just there was more POW box or box whatever. 怪しい雰囲気ですよね。Wow, this is beautiful. 気をつけてください。あら、ブロック見つけました。ちょっと叩いてみますね。Zack.Wait, do you have to keep doing it though? Just like the game? あちこちに気になるとこがありますよね。こんなマークを見つけたら、ちょっとバンドをかざしてみます。クッパが現れました。最終ボスです。そんなわけないですよね。さらに奥に行きます。That's cool. ボム兵がいました。これね、ボム兵気をつけてくださいよ。Oh, look at the freaking tip of the bomb. It looks straight up real. こっちのボム兵も気をつけてくださいね。Oh my god. 爆発しました。That is amazing. Oh, and the lights. Oh my god. あれ、みんなどうしたんですか？ちっちゃくなってますよ。Wait. Huh? Oh, it's like everything's big now? Yeah. Oh my god. Wow. Oh, and there's a thing on the wall, but it's huge. That's cool.踏み潰されないようにしたいですね。この巨大なボム兵もアクティビティの一つです。さあ、どんなインタラクティブなのか、それは皆さんが実際ここに来て体験してください。はい、無事に戻ってきました。体もね、元の大きさに戻りましたね。じゃあ次行きましょう。Oh my God.さあ、次にやってきたのはスーパーニンテンドーワールドのショップ。I want to know what you can buy here. So that would be great. 中はおもちゃの工場になっていて、世界中でここだけにしかないスーパーニンテンドーのグッズを作って販売しています。その中でも今日は任天堂の開発チームが作ったスペシャルなおもちゃを一つご紹介します。これです。トコトコマリオと言います。名前の通り、こうして押すとマリオがトコトコ歩くんです。電池はいりません。開発チームが細かな動きにまでこだわって作りました。ビデオゲームだけじゃなくて、こういうリアルなものを作るのも開発チームが楽しみですね。It was a figure. それでは皆さんもお楽しみください。では次の場所に行ってみましょう。あ、これですか？ポップコーンです。食べながら歩くと行儀が悪いって力やそうですけども、これはユニバーサルスタジオが作った特別なポップコーンです。Oh my god. カラメルピーチ味とマッシュルーム味があります。でも、Whoa. オリジナルの食べ物はこれだけじゃないんですね。OK、はい、スーパーニンテンドーワールドでお腹が空いた時はこちらキノピオカフェです。Oh yeah, I did see this in a leak. どうしルイジマリオもどうしたの？あ、そうか、写真撮影してるの。じゃあカメラさんの向けて写真撮る。よし、じゃあ行きますよ。3、2、1、オキドキありがとう。じゃあお父さんもね、忙しいからみんなも写真撮影頑張ってね。はい、ありがとう。さあ、じゃあキノピオカフェの方に入っていきましょう。That's awesome. はい、キノピオカフェに入ってきましたね。ここでもなんかアイテムがもらえるみたいですよ。
あ、ここにありました。じゃあ、大きな包みと小さな包み。Is this like a reference to the 3DS Mario? Yeah, it kind of is. Yeah, you go in those little like mushroom homes and you get gifts in there. If you had a street pass. キノペは僕らを迎えてくれます。シェフが来ましたね。シェフ。おい。Oh, that's cute. はい。What the fuck? あ、もう言いました。もうシェフ来ます。はい。He just says toad. シェフがね。Actually, no, he doesn't. キノコ料理がいっぱいあるんですよね。He does say more. I guess in Japanese, he talks like that. That's weird.はい、中はこんな感じです。たくさんの方が食事できるようにとても広くなってます。天井にはいろんなパワーアップアイテムがありますね。皆さんもここでご飯を食べて。 Man, this place is big. I mean, I asked you. It's a fucking diner, but it's 厨房の様子が見えます。 That's awesome. キノピオたちが大勢で頑張って料理を作ってくれています。 Oh, that's great. Oh my god. メニューはもちろんキノコ国特製ですよ。僕らもシェフが作ってくれた料理をたくさん試食して、その中から選びました。厳選されたメニューを提供しています。例えば、マリオバーガーや、oh, wow. キノコのピッツァボールなど、どれもキノコを使っていて美味しいですよ。他にもたくさんあるので、スーパーインテリアの料理に使えた時は、ぜひ立ち寄ってシェフキノピオの料理を味わってください、ね。That's so... Oh my god, like I want to make those! スーパーニンテンドーワールドいかがでしたか、awesome.ファミリーコンピューターのスーパーマリオブラザーズが誕生して今年で35年になります。そして今年なんとそのゲームの世界をここユニバーサルスタジオに本気で作ってしまったんですね。マリオメーカーのように簡単に作れればいいんですけども、リアルに作るのは簡単ではないです。それをユニバーサルクリエイティブの皆さんが本気で作ってくれました。 It's not Mario Maker. 今回ご紹介したのはほんの一部です。まだまだ楽しみがたくさんあります。スーパーニンテンドーワールドは日本のユニバーサルスタジオで2月4日にグランドオープンとなりますが、現在は新型コロナウイルスの影響でエリアからお越しいただくのはちょっと難しい状況かと思います。ただまあ少しお時間をいただくことになりますが、日本以外の国でも OK, they're gonna do one in California. They have to. アメリカではロサンゼルス、Hey! California! そしてさらにアジアではシンガポールでも、We're going. You too, Chris. I know you're both watching. And Savi. ぜひここ日本のスーパーニンテンドーワールドに来てください。スーパーニンテンドーワールドは世界中の皆さんをお待ちしています。さて、後ろに見えているのはクッパ城です。中はマリオカートのアトラクションになっていて、Yeah, this looked really cool from the leaks. I think also there's a Donkey Kong thing that leaked. I don't know. Oh my god. 階段の上には巨大なクッパが待ち構えています。 Wow, that's a really well made statue. なんかろうそくの明かりもゆらゆらとしてて毛が細かいですね。それでは先に進みます。 Wow. はい、もう少し先に進むとマリオカートシリーズのおなじみのトロフィーが Oh my god. 飾られてますね。Dude, can you buy them? Can you buy them? I want them so bad. ユニバーサルスタジオ限定のトロフィー。 All the best trophy universal. これが今回のレスのトロフィーです。 No, seriously, I want those trophies really bad. Oh, and that's a really cool prop too. 漢字が書けたんですね。 God, I fucking love props in general. クッパからの挑戦状というタイトル通り、マリオに勝つためにクッパたちが準備した特別なコースでのレースに、マリオチームの一員になって皆さんにチャレンジしていただきます。さて、チームクッパが隅々まで知り尽くした彼らのコースで、チームマリオは勝利できるか、皆さんの健闘を期待します。
Okay, so it is a 3D experience, so you look around. Okay, so maybe the Donkey Kong thing is real. Yeah, because they had a concept art for it. So that'd be really cool. It's a quick video, but I'm going. So... yeah, I'm fucking going there. It's just, yeah, because I know they had a Pokemon, sort of land sort of idea, but like, it, I mean, I think it was only for a summer or something along the line of that, and then they had to get rid of it. But this is cool because this will stay forever, and it's just like with the Nintendo stuff, like they could, if it does really well, and it will. I have a feeling they'll eventually move from universe. It's gonna, I mean, obviously this is years down the road, but I feel like they're gonna go from Universal to maybe even do it straight up Nintendo Land itself, which would be so cool. You'd have Pokemon, Metroid, Donkey Kong, Mario, obviously. Fucking what else? I mean, it'd be awesome if they did Earthbound or F-Zero, just really anything, honestly. God, that sounds great. But, this is all, like, this is way above my expectations of, like, because normally, like, the Universal ride stuff there, like, they're good, but, like, this is, now the reason I would go to Universal Studios. Before, like, it was really cool, but now... this is the main reason to go. And I feel like that's probably for everyone. So, yeah. But I'm going. And I hope all of you too. It's, with enough support, they might potentially be able to make their own Nintendo World actual thing just separately. So that'd be awesome. Anyway, thanks for watching. And see you later.